が抑えられようか。いらない！冒険の軌跡をご覧になりますか？このそば！見つけた！最高の逸材だ！なんですか急に。変質者か？ナンパか？怪しいものならば容赦はしないぞ。違う、俺はそういうのじゃないって。怪しい人ってみんなそういうのよね。本当に違うんだ。興奮して名乗るのが遅れたけど、俺はこの新聞の記者をやってて。ああ、この新聞か。ギルドにも置いてあったな。知っててくれたか。でね、その新聞にファッションのコーナーがあってさ、ぶしつけで申し訳ないんだけど、この魔導カメラで何枚か写真を撮らせてくれないかな。ファッションコーナーの写真？そう、ぜひとも読者モデルに。あなた、なかなか見る目があるじゃない。やっぱりこの麗しい女神のオーラはどんなに隠しても隠しきれないものなのかしら。写真か。まさか恥ずかしいポーズとやらか。そしてそのうちどんどん過激になって、気づいたらあられもない姿を。あ、いや、写真を撮るのはそっちの魔法使いの子だけでいいんだけど。なんだと？時は来た。この開口は世界が選択せし定め。ちょっと、私もラクネスもいるのにどうしてメグミンだけなのよ。我に秘められし魔力と魅力は隠しきれないようですね。目を覚ませメグミン。この男は汽車の皮をかぶったけだものだぞ。メグミンの両親につけ込んでいかがわしい写真を撮ろうとするに違いない。いや、うちは至って普通の新聞ですし。我が禁忌の力を何時も欲するか。いいでしょう。さあ、記者の方、どんなポーズでも言ってください。いやいや、君の思うままでいいよ。最高のおしゃれなポーズで。こうですか。いいね。まるで本物のモデルみたいだ。眼帯も可愛いな。あとはこういうのとか。あ、目線を外してみたい。ああ、最高最高。ファッションも決まってるし、うちのイメージにぴったりだ。はあ、わかりました。このかっこよさが。眼帯は我が魔力を抑える封印なり。いいねいいね。どんどん魅力が溢れてるよ。俺も君のファンになりそうだな。メグミンたらノリノリね。いや、そのうちをつんばいにさせてお尻をこちらに突き出させるポーズを要求するはずだ。はい、もう一枚笑顔で。うん、かわいいね。ラストにもう一枚決めポーズでもらえるかい。我が名はメグミン。コウマ族随一の魔法の使い手にしてモデルまで務めるもの。このそば。おーい、めぐみ、なんかお前宛に新聞が届いてるぞ。ついに来ましたか。私が載っている新聞を記者に送ってもらったのです。どんな記事になってるのかしら。実は私もまだ現物を見てなくて。ですが、きっと素晴らしい記事になっているはず。めぐみん、新聞に載ったのか。それで罪状は何だ。罪を犯したわけではありません。ファッションコーナーを彩る我が勇士、とくと見るがいい。なんだこれ。掲載されてるモデルは皆子供ばかりだな。なになに。アクセルの街で見つけたおしゃれキッズたちのピンナップ永久保存版だって。ま、この私がおしゃれキッズ。なるほど、そういうわけだったのか。
ちびっこウィザードのセンス爆裂だってさ。なんたる屈辱。私、人に求められるってとっても大事なことだと思うの。全然褒められてるように聞こえません。まあそう気を落とすな。注目されたことに変わりはないではないか。うさばらしに一発ぶっ放してきます。カズマ、付き合ってくれますよね。はいはい、仕方ねえな。エグズムロージョン！明らかにいつも以上の威力だな。焼け爆裂、恐るべし。だがひとまずナイス爆裂。このスパメインストーリーはメインクエストを進めると解放されます。このスパ、おかえり、めぐみ。急な帰省だね。ただいま戻りました。懐かしい空気。やはり故郷は落ち着きますね。にゃー。それで、どんな問題を起こして帰ってきたんだい？アクセルの町の近くで爆裂魔法を打ちすぎたせいで、土地の地形が変わっちゃって、爆裂魔法自粛令が出たの。なのでしばらくはこの里の近くで爆裂魔法を打ち、ほとぼりが冷めたらアクセルに戻って爆裂魔法を打とうと思います。そんなことだろうと思った。めぐみんは相変わらずだね。勤勉な性格なもので、数日の間に里の周りをクレーターだらけにしてやりますよ。やめて、族長の娘としてそれは見過ごせないから。姉ちゃんおかえり。おお、米っ子、迎えに来てくれたんですね。私が留守の間元気にしていましたか？うん。姉ちゃんお腹減った。はいはい、今日はお腹いっぱい食べさせてあげますからね。わーい、いただきます。ショノスケは食べたらダメです。前にも言ったでしょう。でも、お腹が空いて。あんまり食べてないの？昨日は捕まえた虫。あたしよ。それはそれは、なかなかのサバイバーだね。ユンユン、例のお土産は？はい、どうぞ、コメコちゃん。これは？スモークリザードの肉と新鮮な玉ねぎです。今日の晩ご飯は、ハンバーグでも作りましょう。ハンバーグ、久しぶりのお肉だ。お肉、ユンユンに感謝するのですよ。お金を出したのはユンユンなのですから。ありがとうユンユン。お礼なんて別に。でも、もしよければ私も一緒に夕食を。じゃあまた。また。あ、お礼なんて別にとか謙遜するから、最初から一緒に食べようって素直に言えばよかったのに。友達と食べる夕食に憧れてたのに。このそば、なあ、チョムスケも美味しかったですか？ちゃんと玉ねぎ抜きにしておきましたからね。食べすぎた。米っ子、食べてすぐ寝たら牛になりますよ。わかってる。でも眠い。仕方ありませんね。すぐ布団を敷きますから。姉ちゃん。何ですか、米っ子。米っ子、いい子にしてたよ。だから、もっとお家に帰ってきてね。米っ子。
知らない間に寂しい思いをさせていたみたいですね。はい、またすぐ帰ってくると約束しますよ。わーい、よかった。姉ちゃん、おやすみ。おやすみなさい、コメッコ。なあ、チョムスケは明日の朝ごはん、ジュルリ。なん？明日の朝ごはんは別のものを用意しておきますから、食べちゃダメですよ。このそば